本田正信まで敵なの？夏目さん、槍の半蔵さん、長吉さんとたくさんの家臣が家康の元を離れ裏切ってしまいました。槍の半蔵と並んで有名な八谷半之丞も家康の元を出ていくときに一瞬受け答えしてましたね。そして本多正信も敵方の軍師として登場しました。実際彼は熱心な浄土真宗の門徒だったと言われていて、この時家康に反旗を翻しかなり手強く活躍したらしいです。この後の彼の波乱の人生ドラマを楽しみにしていきましょう。詳しくはイチペディア本編と NHK のどうする家康公式ホームページをどうぞ。